ション01の03春秋戦国時代です。で、先ほど言ったように周王室は最初権力も権威も持っていましたと。ところが犬儒犬畜生が入ってきて権力はなくなるわけよね。けど権威が保持されてるわけですよ。権威が維持されてる時代を春秋時代と言います。で、周王室の権威もなくなってしまったよっていう時代を戦国時代と言います。春秋時代は春秋の五派という有力諸侯がいて、有力諸侯全部覚える必要ないです。なんでかというとカウントの仕方が人によって違うからです。ただし必ず正の漢口と真の文庫はみんな共通しているので正漢新聞で覚えよう。で、周王室は今調子悪いけど我々有力諸侯が支えるべきだと。我々は力しか持ってない。覇者、覇者の力ね。周王室王っていうのは権威も持ってるよと。まあこの時代は権威しか持ってないんだけど、王道の王やね。力しか持ってないのは覇者ですね。力で、取るのは正派ですね。で、前403年初めて年号覚えなきゃいけませんね。前403年から戦国時代です。丁寧に説明します。資料集がページ60ページマップ3で漢長義がありますよね。漢長義はマップ2で言うと秦っていう国だったわけ。まあ、中国は秦っていう国多いよね。日清戦争の勢いも秦だし、入秦っていう国もあったし、始皇帝の秦もあったし、秦は多い。で、秦という国があったんですが、そこに仕えていた部下たちがもう俺ら別に国持つわって言って漢長義って言って分裂してしまったわけ。つまり代々真の王様ですよっていう権威が通じなくなって実力主義の時代に移行したと前403年判断されたわけ。後に史実眼を表した芝公という歴史家がこの前403年から実力主義の時代になったということで戦国時代と名付けました。下国上が横行しと。で、戦国の支柱になると。周王室の権威は低下しまくったと。じゃあなんで戦国時代になってしまったかというと、テキスト社会経済ね、鉄製農法と牛耕農法の導入の結果実力主義になったよと、こういろいろ説明することあります。まず鉄製農具が導入されたことによって結論を言うと収穫量が7倍とかになりました。むちゃくちゃ食い物が余った結果労働力を第二次第三次産業にシフトできます。2、3はよろしいか、実力主義です。あのね、農業はバカでもできます。地主はバカでもできるわけ。けども商工業っていうのはある程度おつむが良くないと回せないんですよ。これがまず実力主義になった理由の一つで、もう一点が鉄製農具をちょっと丁寧に見ていきます。牛耕農具も丁寧に見ていきます。以前まではしょぼい農具しかなかったんだけども鉄の道具を手に入れた結果どういうことが起きるようになったかというと、今までは山の上、大地の上でしょぼい農業しかできなかったんだけども下に降りてってがっつり堤防を築くようになりました。より治水ができるようになったわけで、川から水も引くことができるようになりました。水路を整備していくわけ、鉄製農具で。ちょっと余談になるかもしれませんけども、今までは大地の上でしょぼい農業を各点でやってました、有でした。ところが治水の結果広い領域で農業ができるようになって領域国家が生まれてきます。それが戦国の支柱の国々です。点ではなくて面になるわけよね。で、黄河から水を引っ張って農業ができるようになって灌漑農業できるようになって収穫量を倍増するは先ほど言いました。で、その収穫の過程なんですが鉄製農具でガンガン一人で耕せるし、牛耕農法、収集61ページ真ん中の牛耕、これねポイント何かというと一人でやってるんですよ。中国の砂、今やってる河北の地域は黄砂でサラサラしてます。で、簡単に隙が入ります。個人で農業ができるようになった結果、小家族、お父ちゃんと母ちゃんと息子娘3人4人、合計6人ぐらいのちっちゃなファミリーで農業できるようになったわけ。え、先生おかしいと。鉄製農具を手に入れたんですよね、入れた。牛耕農法を手に入れたんですよね、入れた。であれば今までの組織性に加えて
やればすごく収穫が増えるんじゃないんですかと。結論、無理。どうしてですか。チームプレーの場合はサボるやつが出てくるわけ。一家二八の原則があるんだよ。予備校でもそうだ。売上の8割はたった2割の講師がやるわけ。仕事の8割はたった2割の人間がやるわけ。二八の原則と言います。サボるやつが多い。で、組織が必要な場合はこの2割の連中は我慢して8割の仕事をして組織を維持してましたと。ところが個人でやれちゃいます。鉄製農具で個人でやれちゃいます。軽い好きで。だったらもう俺はその組織から抜けるぜと。畑もいっぱい余ってるしと。治水の結果いっぱい畑が整備されてるわけね。水路が引っ張られてね。ということで組織からできるやつが抜けて自分たちだけで農業をするようになるわけで、これによって士族共同体が崩壊し個人主義の時代、実力主義の時代になるわけで、誰が耕したんだと、誰の畑だと。私的所有権がある程度整備されて、私的所有権がある程度整備される過程で出てくるのが貨幣だよね。貨幣が出てくるわけで、貨幣っていうのはお金はお金のもとに集まる傾向があってと。経済力を持つ豪農、豪族でできます。牛持ってる、月いっぱい持ってる、結果農業効率いいと、めっちゃ稼ぐ農民が出てくるわけよ。でこのように二極分解するわけ。湯気先生が早稲田塾にいた時に1日2コマしてたでしょ。50人いて1回の授業で7000円もらったとしていくら ?50 人かけ7000円で35万か。でこれを2回やって1日70万売り上げか。で湯気先生が当時1日やって授業料がいくらだったかというと、最後の時給が6500円だったから5時間足して3万と2500円か。1日やってまあ70万上げても3万2500円しかもらえてないですよ。でそれはなぜかというと、働いてないやつを食わせなきゃいけないですよ。正直な話ね。売上の8割はたった2割の人間が担うわけ。これどこでもそうです。まあできるならば君らはその2割の方になってほしいね。稼ぎ頭になってほしいんですね。でまあ仕方なかったよね昔は。いやと言ってもなと、まあ全校舎に世界史の先生は配置しなきゃいけないし、塾からは離れられないと、テキストなんて準備できないし、生徒一人一人に手紙でね連絡を送るとかできないしと。ところがプリンターが安くなりました。ところが全員生徒が携帯持ちました、スマホ持ちました、メールで一斉送信できますって話になるわけよね。で現在どうなってるかというと、まあ君らの授業料っていうのは基本的に湯気先生が一人でもらう形になるわけよね。で湯気先生の考え方は変わってます。昔はまあ我慢しなきゃいけないなと思ったけども、我慢できなくなったわけよね。それは鉄製農具を持ったから。でここで確認したいのは、技術によって人の考え方が変わるって話で、今やった話は鉄製農具や中国の軽い好きねの結果、私的所有権が明確になりましたと。僕のものは僕のもの、君のものは君のものと明確になりましたよと。でこの逆のケースはいつの時代にどういう形でありますかっていう。中世の、農業革命がそうですよね。中世は確かに同じくスキを引くんですが、あれは重たいスキ、重量有利スキなのでみんなで引くわけですよね。でスキの回転が難しいと、重たいから簡単に小回りが引かない。結果何を取っ払う？柵。柵を取っ払うじゃん。これを開放高知性オープンフィールドシステムというわけよ。でみんなで耕して柵もないから、誰の努力なのか誰の畑なのかが分かんなくなるわけ。私的所有権が不明確になるわけですよ。薄くなるわけで、じゃあみんなで共同体でやっていきましょうって話になる。でその共同体の中核になったものが何ですか？キリスト教ですよね。なんで中世でキリスト教が流行ったんですかというと、結論言うと重量有輪付きがあったから。中世カトリックを重量有輪付きなしで説明できないんですよ。もう一回言いますよ。宗教とか倫理観とかっていうのは技術が作るわけ。何しかん唯物しか、唯物しかね、先に経済がありますよと。
他何がある？ソビエトのトラクター。そう。第一次世界大戦で戦車出てきましたよと、キャタピラの戦車です。あのキャタピラっていうのが大量に生産されて、ある程度トラクターの値段が下がるわけよね。でトラクターは重量リスクと同じようにまっすぐ進むわけよ。で個人個人でトラクターとか持てないから、じゃあみんなで農業しましょうねがコルホーズとかソフホーズになるわけ。あれはトラクターが出てきた結果、ソビエトっていうのがある程度盛り上がったっていうのがあるわけよね。現代はどうですか？現代の技術の変化は個人化。なんで？パーソナルコンピューターってあるように。なるほど。現代は一人一人パソコンがあって、一人一人の作業量が把握できるから、誰がこれぐらいの仕事をやってこれぐらいの売り上げが上がってるから、こいつにはこれぐらいねっていうのが明確化できるよねと。特にこのコロナの中では出勤せずに成果主義になってきたので、特にそういう傾向は強いと。まあそれが故に格差社会によりなってるんだけどね。けど一方で IT は共同体を形成することがあって、例えば皆が使ってる Wikipedia、 あれは皆で作ってますよね。だから皆のもんですよね。例えば Apple に比べて Windows に比べてすごい安い Google の Android、 まああれ Google の Android って言いましたけども、あれはもともと Linux っていうシステムなんですよ。 Linux っていうのは世界中のプログラマーが片手間でみんなでみんなが使える OS を作ろうねと言って作ったもんなわけよ。だからまあそれを使ってるので Android イコール Linux は安いわけですよね。だから IT で確かに私的所有権がより明確化してる部分もあれば、私的所有権が薄くなってる部分もあります。今後どうなるかね。この中国の古代で知的所有権っていうものが出てきたじゃないですか、でその ITは知的所有権が強くなったものと薄くなった部分がありますっていう話があったと思うんですけど、それ中国では薄くなった範囲みたいなのってあるんですか？逆に試験に出る範囲で説明すれば、国家がその知的なものは重要だよねっていうことで一部の人間に独占させるべきではないよねって言って、後でやるんだけども今やろっか。その資料集がページ61ページ上にさ、戦国都市の繁栄ってさ、姓の臨死ってあるわけ。資料集が60ページのマップ3で一番東に姓があるでしょ。で都臨死ね。でここにその学者を抱えて、で国がですね、国家が政府はですね、よしちゃんとお前の生活保障しちゃうんって言って、ね、だから著述に専念しろと、本を書けと、ちゃんと書記とかもね雇ってあげるからって言って、知的なものをみんなの財産にしていったってのがあります。それが後でやる書式百科ですよね。例えばアテネも同じで、確かにアテネは経済的に反映して知的所有権がある程度明確化するんだけども、一方でいや金持ちは輪番で演劇の代金出そうよと、で演劇を通じてアテネ市民を教育していこうよみたいな感じで、そこら辺は知的所有権がちょっと薄いっていうか、まあ税金みたいなもんですよね。だからその 100% どっちかに振るっていうのはないんじゃないかな。 OK、はい、と言った後に言うのもないんだけどさ、今現在確かにウィキペディアもあるんだけども、パソコンでそれぞれの成果が明確に見える形になったので、若くてもこんだけ組織にちゃんと貢献してますよっていうのが目に見えるんですよ。で今まで君らが大学出ました、日本の企業に就職しましたの時に初任給が例えば23万とかに総支給で、で税金いろいろ引いて手取りで20万弱ですよだったんだけども、湯気塾の生徒優秀で実際卒塾生でいきなり給料が22ですよ。給料でいきなり60とかもらう子たちいるのね。でそういう時代になりました。だから今のうちに学力や、まあ、パソコンの技術とはつけてください。で、生の都臨死もやったね。で制度貨幣ですね。で先ほどから何でも言ってるように知的所有権が明確化してきました。で商工業が発達します。そうなると貨幣が必要になってきます。貨幣はですね、時空を超えて物の交換ができるようになるわけ。言ってみわかる？例えばそのイチゴとナスは通常交換できないんです。だって季節が違うから。けども間に貨幣をかますことによって貨幣は腐らないから交換が可能になるわけ。時空を超えて交換できます。でもう一つ大事なのが貨幣の3機能全部説明して。交換機能と保管、保管保存機能と、もう一個は価値、価値尺度ね。経済が発達する際にその3つのうちどれが一番大事か分かる？価値、尺度。なんで100円は100円だよね、1万円は1万円だよね。だから
消費、何ができる漢字2文字、他のものと違って通貨は消費何々ができる漢字2文字、消費貸借ができるわけ。お金借りてさ、使ってさ、1万円また返すときに、あれこれ番号違うよねとかないじゃん。同じ1万円は1万円じゃん。尺度が統一されてるからですよ。で、何が言いたいかというと、これでお金の貸し借りができるようになって、お金がある程度まとまるようになるわけよね。で、ちなみにこのお金がまとまるっていうのはすげえシステマチックにヨーロッパがやったわけ。それは資本主義なわけ。まとまったお金を資本というわけ。まあ、中国の場合はそこまでまだ行ってなくて、その手前ぐらいまでです。で、通貨は偽造されると困るので、当時の最新技術で複雑な形をしてます。だから61ページ右上の通貨の形っていうのは当時としては最新の技術やね。まあ、等価、負荷、感染、ギビ線出てきて、ギビ線はまあ、アリの鼻のようにちっちゃな穴がありますよと。南の方にアリがいるね。そうやね。で、負荷が一番試験出て、これ簡単で、間長義で使われてますよ。間長義っていうのは、分裂する前は真だったね。セクション01の03、春秋戦国終了です。